ルドルフ・ライディングは第二次世界大戦後のフォルクスワーゲン社の第三代目の社長であり、1971年に前任者のクルトロッツからその地位を引き継いだ。ライディングは1945年に軍隊向け車両の修理責任者として、ボルフスブルクのフォルクスワーゲン社で働き始めた。その後、 ノルトホフ博士はライディングを、ボルフスブルク工場内で戦後初の組み立てラインを手持ちの資材をやりくりして構築する責任者に任命した。この仕事での工夫が認められ、ライディングは昇進し、アメリカ合衆国や現地で新たにフォルクスワーゲン社のサービス網を組織するために派遣された。1958年から1965年まで、 ライディングはカッセルのフォルクスワーゲン工場で初めての工場長となり、その後インゴルシュタットのアウトーニオン社に移籍して、取締役会で社長を務めて成功作となったアウディ100の開発期間中の同社を率いた。ライディングはやり手の引け死人という呼び声でフォルクスワーゲン社の幹部に着任した。ノルトホフの再配下でフォルクスワーゲン社が アウトオニオン社を買収するとライディングは、指揮と規律を引き締めるために総支配人として、インゴルシュタット工場へ派遣された。着任して、最初の1週間、ライディングは、長番の勤務に遅刻する者がいないかを確かめるために、毎朝7時に、工場の入り口に立った。販売されず、使用もされておらず、増えつつある無益な2万8000台もの車が、 工場内に溢れていることに気づくとライディングはいくらでも構わんから処分してこい。と事務員たちを街に追い立てた。これによりアウディ社の従業員が住むインゴルシュタットの多くの親戚知人が未使用の車を破格の値で購入した。その当時インゴルシュタットの生産量に対する需要は夜間操業を行うには適正な量ではなく、ライディングは夜の工場内を 写真家を伴って歩き回った。翌日、非効率、無駄と判断された区画を担当する部署の責任者は、総支配のサイン以外何のコメントも記されていない、不完全な持ち場の写真を受け取ることとなった。インゴルシュタットの最初の年でライディングは製造コストを34%も削減したと言われている。1968年7月に、ライディングは、 フォルクスワーゲンドブラジル社の社長に赴任するため、インゴルシュタットのアウトウニオン社を去った。サンパウロでの活動期間中に、ライディングが最高経営責任者となるために、西ドイツのフォルクスワーゲン社に起任する1年後の1972年に発表されるフォルクスワーゲン SP2 が開発されていた。百六十八年から百七十一年の三年間で、ライディングは フォルクスワーゲンドブラジル社の生産量も50%増加させた。EA266 プロトタイプクルトロッツから、ボルフスブルクの舵取りを引き継いでから3週間も経ない、うちに、ライディングは新型車 EA266 に関する作業を停止させた。この車は、フォルクスワーゲンのために、ピエヒという名の若い才能のある技術者が率いる。 フォルシェ社のチームが開発していたビートルの後継者となる複雑な構造のミッドシップエンジン車であった。ビートルの代替車計画の進捗は十分に進んでおり EA266 にはすでに1000人これはフォルクスワーゲン社の歴史的起源の否定を暗示していたため文化的側面での議論も巻き起こしたフォルクスワーゲン411のような空冷エンジンを 車体後部に搭載した新型モデルが、市場から生温かい反応しか得られなかったことで、ライディングは、フォルクスワーゲン車がヨーロッパの先端を行く、フィアット車のような水冷エンジン、フロントエンジン、前輪駆動車に追いつくための近道として、当時開発中のアウディ80を使用することに決め、それはその後の流れから見ても、完全に筋が通った決定であった。しかし、当時の人々は、 その判断に必要な先見の民というものを持ち合わせていなかった。フォルクスワーゲン社が抱える問題の大きさは1972年に入った4ヶ月間に国内販売が15万1086。2年後になっても、以前ビートルは消費者の購買欲を失い続け、1974年に8億 DM の損失を記録したフォルクスワーゲン社でライディングは疑わしい舵取りの 役目を果たしていた。とはいえ、1974年はゴルフが、ボルフスブルク工場で作られ始めたという別の、自由でも、少年場の年であり、2年後の1976年に、ライディングの購入者は10億 DM の利益を、享受することとなった。ライディング再配の下で、フォルクスワーゲンゴルフは完成し1974年6月から、ヨーロッパで発売され、 その7ヶ月後には、ラビットの名称で、北アメリカ市場に導入された。ゴルフは、会社があまりにも長い期間ビートルに頼りきりだった後に、襲った破産の危機からフォルクスワーゲン車を救った、救世主となった。ライディングは1975年の初めに会社を去り、トニシュミュッカーが後を引き継いだ。ルドルフ・ライディングは89歳の誕生日前日の2003年9月3日に、 指揮した。ありがとうございます。